なら光ってしまいました。皆さんこんばんは、山口すずです。よろしくお願いします。もう今日のライブすごく楽しみにしてたんですけど、8ヶ月ぶりでここでやるのがすごくね、実際配信ライブとかはしてたんですけど、お客さんを入れてのライブは宮内家さんは本当に久しぶりなので頑張りたいと思います。で、まあ今日ね、私を知っている人はあれなんですけど、知らない人はどういうやつ出てきた最後に残ってたのにと思うかもしれないんですけど、まあご紹介があったら、ずっとはこれつけないんですけど、今日私のオリジナルソングのみをやろうと思うんですけどなんかね、ジャズ、最近ジャズばっかりのお声が結構かかってて、それやってるとなんだかね、こうオリジナル欲が湧いてくるんですね。なので今日は1曲目は、これをかけても大丈夫そうな曲なので、きよしこの夜という曲を、なんか鼻の上にこれが来てちょっと若干気になりますけど、どうぞ楽しんでください。
でした。さあ続いてはコロナでね、まあ、ライブができなかった時に1回目の緊急、去年かな、緊急事態宣言の時に宮内家さんで本当にライブできてよかった、宮内家さんが会ってよかったって言って来てくれたお客さんと一緒にですね、曲をその場で歌詞を書いメモをお渡ししてね、宮内家さんのでのストーリーを書いてもらってお客さんに、でできた曲です。で今日やっとタイトルが来る電車の中で決まりました。じゃあ発表したいと思います。宮内、あ、間違えた、ちょっと待って待って、正義者、よし、宮内さんちの常連さん。手拍子とかしてもいいんだよ。
列車とともにこうあの景色がいいやつ撮れますよなんて言ってよくテレビ春のシーズン出てますけれども、そこでですね、私何年前なんだろう、3年前ぐらいですか、ミュージックトレインというのでですね、まあ主にジャズなんですけど、ジャズとあとはこれからやるテトラトという曲とかをね、オリジナルちょこっと入れながら演奏しました。でそのいすみ鉄道さんが、コロナの中でも音楽をこう一緒に楽しんでもらえる企画をやっていこうという前向きに企画をしてくださって、そこで声がかかってですね、私は、まあ1月8日の回に、出るんですけど、まあ、ほぼジャズです。まあボサノバラテもありますけど、ジャズのスタンダードナンバーをやりたいと思います。でもし興味がある人はですね、いすみ鉄道というのをホームページで、検索してくださると、25名限定なんですよ。でしかも無料なんです。すごいですね。ただアンケートがあって、まあ多分コロナ対策とか、あとはどういうふうに楽しんで、どういうのをが求めてますかみたいなアンケートを書いてもらうことになると思うんですけど、まあモニターさん25名限定ですので、ぜひ興味がある方はお申し込みください。あ、私は申し込みやってないので、金継ぎさんがやってるので、ちょっとそのホームページがビビビッツでやってくださいね。ではテトラと聞いてください。
まあそうですよね。大人の人のこうラブソングとか歌ってんのにね、へしゃしゃしゃみたいな感じでね、一番自分が MC して笑っちゃうっていうね。ただまあオリジナルに関してはもう私がどう思ったか、どういう MC をするのかは、まあ、私が決められるのかなと思ってちょっとのびのびしておりますけれども、じゃあ次はね、今日 CD を持ってきてるんですけど、6枚か、そのタイトルになっております、優しい歌というのを聞いてください。Yeah.
できる派なんですけど、特にこう握ったぎった思いを曲にするタイプではないんですが、今日お配りしているサラダせんべいと、あとは人気がなかったポタポタ焼き私はどちらかというと、ちっちゃい頃はポタポタ焼きを全部プルプル舐めてですね、ちょっとしなったところの普通のなんか味がないおせんべいをしゃぶっていた思い出が蘇りましたまるということで、次の曲はですね、私がロイヤルホストさんで食べたオニオンスープが美味しかったのでできた曲です。聴いてください、オニオンスープ。Yeah.
ました。お手入れが通ってなってしまって、じゃあ、コンコールいただきありがとうございます。最後にですね、今日演奏しましたメンバーを、出演者をご紹介します。一番トップバッター、リオさんです。パーカッション、よし、田中、吉田、土屋さん。ありがとうございました。次、2番目、フルムーンブルームの久美子さんです。私が最後にですね、これも来たお客さんのにメッセージというか、エピソードをいただいてできた曲プラス、まあ私の気持ちも入ってますけどね、普段感謝の気持ちが言えない父の日に作った曲です。今日持ってきてる CD の最後にも入っております。山口すずでした。最後振り子です。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございます。